ャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。の時間です。失礼。ちょっとその体で配達？はっ、仕事ですから。無理だって。私たちが代わりに配達するから休んでて。え？そうですわ。ここは私たちに任せてくださいませ。しかし、で、そんな足じゃろくに配達できないって。うっかり転んで手紙を川にでも落としたら大変じゃん。手紙を川に、それはいけないでしょ。だから私たちに任せなって。お願いします。よし、じゃあカラー、パンキー、配達に行くよ。おーい。ハリーのハピタットはどこだっけ。あっちかな、こっちかな、あっちかな、やっぱこっちだっけ。このサンサンさんへの手紙でも、この吹雪じゃとても前に進めません。うさぶ。ロン、手紙だもん。先生、チャーハンでも食べてかない？食べるもん。じゃあちょっと待っててね、すぐに作るから。アリルーレロン。いやー、もうすっかり夜だよ。配達はおしまいですか？カバンの中身は全部なくなったよ。えっ、わーい。チェビ、あのポストは何？え？
配達は完了いたしましたか？綺麗さっぱり終わりましたですわ。そうですか、ありがとうございました。ミルさん、元気がないようですけど、傷が痛むのですか？いえ、そうではありません。自分は郵便配達に人生をかけてきました。いかに早く確実にお手紙をお届けするか、24時間365日それだけを考えてきました。すごい。すごい。もうそんな自分が配達しないなんてことは今まで一度もありませんでした。怪我したんだからしょうがないじゃん。いえ、怪我をしたのは自分の不注意です。どんな理由であれ、郵便配達員が配達をしないなんて許されません。ミルさん、そんな固く考えなくてもいいじゃん。誰だって失敗くらいするよ。自分はもう決心したのです。決心って何を？自分は郵便配達員を辞めます。郵便配達員を辞めてただのズーブルズに戻ります。ちょっとちょっと、なんでそうなるわけ？たった一度の失敗くらいで、うちらなんてさ、失敗の数数えたらきっと失敗コンクールで優勝しちゃうくらいだよ。そんなコンクールあるの？例えばの話でございますわ。慰めてくれてありがとう。でも、もう決めたことですから。ちょっとミル！ミル、ミルってば。ったく、どこまで頑固なわけ？どうしましょう。仕方ない。クマッパを呼ぼう。なんぞお困りですかな、マイシ。ミルなんだけど。誰だって？ミルさんですわ、ミルさん。ミルさんって誰ぞな、マイシ。だから郵便配達員のミルだもん。郵便配達員のミルね。ミルがね。ミルって誰ぞな、マイシ。郵便配達員のミルね。マジムカつく。ちょっとクマッパ、ファンレターお待ちしてます。行っちゃった。今回何か役に立ったのでしょうか？やれやれ、頑固な方でございます。チェビーコロン、どうしよう。おい、何やってんだよ。ブラッキー、あんたこそ何の用だよ。昨日クーパーに出した手紙がまだ届かないんだ。郵便配達員のミルはどうした？ミルはお休みだよ。何？それは困ったリール。昨日届くはずの手紙が届かなくて困ってるでリール。私も急いでお手紙を出したいの。みんな心配すんなって、代わりに私が配達するからさ。本当か？だったら早く配達しろよ。待ってるんだよ。僕のも早く欲しいでリール。この手紙もすぐに届けてほしいの。まあまあ待ってよ。実はまだ配達してない手紙がたくさん溜まってんの。ちょっと時間かかるかも。何？ふざけんな。なんとかしてほしいでリール。急いでお願い。皆さん落ち着いてください。ミルクでも飲んで。うるせえ。何すんだよ。お前がちゃんと配達しないからだろ。さっさと配達しろ。なんだよ偉そうに。やめたやめた、配達なんてやめた。手紙が欲しけりゃ自分で取りに来いっつーの。手紙出したいやつは自分で配達しろ。なんだと。やめて。自分が配達します。ミル、足は大丈夫なの？もう大丈夫よ。はい、手伝うよ。ほら。ありがとう。
お預かりした手紙がある限り、自分はそれを放っておくわけにはいきません。ほっ、行ってまいります。クマンパの言った通りだもん。やっぱり郵便配達員のミルさん。なんだ